またその人事、テレビ局内の人事にまでマスコミが報道しない自由を行使するその姿をからかいながら、日本国民が共有しておいた方がいい情報をお届けし、日本の正常化を目指す宮脇チャンネルかっこかり、ドドーンと始まります。平成最後の12月も折り返しに差し掛かろうとしていたその頃、ある動画がネット民をざわわとさせておりました。12月15日にツイッターに投稿されたタカリンセブンさん、タカリンナナさんですかね、とこの方がですね、過筆というかマッシュアップ、手短にまとめられたこの動画、何を伝えられているかといえば、日本のテレビメディアがオス工作員たちに牛耳られているというもの。ノンフィクション作家の川添恵子さんと元キューバ大使、まあといっても皆さんおなじみの馬淵睦夫先生、この二人が対談をする中で、日本のメディアの中には工作員がいっぱいいるんだぞなんつってね、指摘しているこの動画がたくさん拡散された。やべえよやべえよこれやべえよとネット民をざわつかせておりました。この動画のオリジナルは2018年10月15日に林原チャンネル、この人気チャンネルの中で川添恵子さんのレギュラー企画、そこで馬淵睦夫さんとの対談をした番組でした。その番組の終わりの方でクエスチョンとして視聴者の質問に答えるという企画、この中でメディア言論界のスパイ工作について川添さん、馬淵先生いるんですかと尋ねたもの、これに対して川添恵子さん、ざっくりと言うと、いるいるいる、超いる超いるなんてね、もっと上品ながら的確に、そして明確にメディアの中にはおっ工作員どもがいるとのことです。川添恵子さん曰く、テレビ局の名前は言わないけれど、そこの地下駐車場には年がら年中中国大使館の車が止まっていて、何より番組をチェックするだけの人もいて、私なんかが、まあ川添さんが出てその発言が気に入らないと、なんであんなやつ出すんだよってクレームが入ったり、またプロデューサーやディレクターなんかと、その YouTube では名前を言って、まあ中国大使館のね、なんか人たちがとても仲良くなって、そしてその結果人事にまで口を出す。そしてこれについて川添恵子さんは、 NHK なんて昔からそうよなんつってね、おっしゃっておりました。馬淵先生は補足するように、職員の中、まあ、テレビ局の職員の中には中国人、韓国人がいて、特にニュース番組で何を取り上げるのかも決めている。だから政権批判はいいんだよ、けど反日になるのはその内容を決めてる連中が日本人じゃねえからだよなんつってね、今一部馬淵先生にありえない表現があったことをお詫びいたします。そして馬淵先生こうも指摘します。 NHK 職員の募集要項には国籍条項がない。国籍条項がないということは、外国人取り放題、入れ放題、やり放題、やられ放題、困ったものです。馬淵先生のご指摘が本当であるならば、これは困ったものです。NHK は、まあ、準国営放送と言っても良い公共放送、日本人のゼゼコを集めて運営されている公共放送、まあ、これは NHK だけに限ったことではないんですが、地上波テレビというのは日本人の共有財産である放送電波を使ってゼゼコを稼いでいる商売、そこには我々日本国民の利益になること、そしてその公共性が求められるはずながら、その番組内容を取り仕切っているのが日本人でない可能性が高く、またその人事、テレビ局内の人事にまでどこかの国の大使館の人たちが積極的に関与しているとすれば、これは由々しき問題、これを裏付ける補助線のような話題をネットに見つけました。平成25年ですから、今から5年前、衆議院総務委員会で当時日本維新の会の三宅博さんがこんな質問をしておりました。先日移民法、入管難民法の、参院での決議を取る際に、日本維新の党の、石井さんとこの番組で表現しましたが、日本維新の会でした、お詫びして訂正いたします。ごめんなさい。惜しくもお亡くなりになられてしまったんですが、
この三宅博さんの質問とは、 NHK の職員の中にはどんな国籍の人がいて、それはどれぐらいいるのか、まあ、ざっくりと言うとこういう質問をしたところ、 NHK の担当者はこう回答しました。わかりません。在留資格の更新などでチェックすることはあるけれど、どこの国の人が何人いるかなんて把握していないとのことです。そんなのありえん。普通の会社で考えたら、別に何人だからどうこうとは言いませんが、アメリカ人が何人いて、ポルトガル人が何人いて、カナダ、メキシコ、スペインが何人いるかぐらいっていうのは、分かってなければ困っちゃう話ですし、調べようと思ったらすぐに調べられないと、これまた困っちゃう話。ところが NHK は、三宅博さんの質問に、わかりません。だって。そこで三宅博さんは NHK をこう指摘しました。お前ら、外貨誘致罪だ。要は日本にあだなす、日本を貶める、日本の利益にならない、日本をやっつけようとする外国勢力を日本に入れた罪、これが外貨誘致罪、 NHK はそれに当たるんじゃないかみたいなことをおっしゃっておりました。あの TBS の人気アナウンサー、安住紳一郎さんが、まあ、多分冗談だと思うんですけれど、うちの局、まあ、つまり TBS はハングル語ができないと出世できないと言った。まあ冗談でしょう、冗談なんでしょうが、やはり最近ネットで流行っている冗談が、最近ね、テレビ局に日本人採用枠ができたらしいよ。だって。まあ、どこの国の出身の方であろうが、特別な政治的な意図を持たずにお働きになられてるんでしたら、私は一切何も言う気はございませんが、しかし、日本と利害がぶつかるどこかの国が、その心は祖国のままにありながら、番組を作ってそれを放送しているとすれば、それは日本侵略の情報戦をもうすでに仕掛けられているということになるんではないでしょうか。さて、 NHK といえば、元 NHK の記者のあるツイートがまたネット民をざわわ。熊谷徹さんとおっしゃる方で、日本では記者クラブで大臣に質問をする記者を市民の代表と思っていない人が多くてびっくりした。私には新しい発見。これでは新聞やテレビニュース離れが深刻化するのも無理はない。ドイツ、アメリカと似た現象が起きている。熊谷さんももしかして、イスラムダンクさんを英雄と見ている皆さん大好き玉川徹さんと同じジャーナリスト様は特別な存在、そうお考えなんじゃないでしょうか。そもそもこのツイートは河野太郎外務大臣が記者の質問に4回連続で答えなかった。はい、次の質問と、まあ、記者を無視したことについて指しているのかもしれませんが、この質問というのは、ロシアとの北方領土の交渉についてのことは答えられないと、ノーコメントだよと、あらかじめ宣言している河野太郎大臣に3回続けて、どうなんですか、北方領土どうなんですかって聞いた、くるくるな質問。そして4回目とは、どうして大臣は質問に答えないんですかって、学級会かよ。小6レベルの質問しかできてないんですよ。小学校6年生は未来がありますがね、大の大人になって小6ぐらいの質問しかできない記者は、俺っちたちの代表じゃないんですよ。そんなことすらもわからないから、今、我々一般国民は、新聞やテレビから離れていっている。端的に言うと、腐ったみかんは買いませんし、腐ったリンゴも買わない。つまりは、新聞やテレビの商品価値が恐ろしいまでに下がっているので、わざわざ価値のないものを見なくなっている。当たり前の市場原理の話です。一方、この手の話になると、新聞やテレビがないと、我々記者がいないと、国民の知る権利というものが守られない。なんつったな、のたまうわけですが、もはや今、ネットが国民の知る権利を十二分に満たしている。テレビが報道しない自由を行使しても我々は伝えちゃうよとできる時代になっているんです。もちろん街中を這いずり回ってネタを拾ってスクープを、あるいは本当に国民が知らなければならないこと、知っておかなければならないことを伝えてくれる記者さんがいることは事実。私はその人たちまでは否定しませんし、その人たちがいるおかげで我々の民主主義が守られている。それは十二分に理解しております。おりますが、記者クラブみたいな互助会組織は、もうね、別に今、
ネットで全部間に合うんじゃないですか。記者クラブへのブリーフィングという、まあ説明会とか、いわゆるプレスリリースにしたって全部ネットで中継すれば、みんな我々が監視しますよ、チェックしますよ、そして伝えます。まあ、こうした現実を見た時に、未だに記者は市民の代表だとか思っている、それが無条件に与えられる特権だと思っているマスコミというのは、やはり時代に淘汰されていく、その宿命から、いや、その運命から逃れることはもうできないでしょう。くしくもそれを象徴していたのが、12月16日 TBS のサンデーモーニング、日曜日の朝からネット民をざわわっとさせるあの番組。今年のノーベル平和賞は、武器としての性暴力、まあ、戦時下での性被害に遭った女性と、その女性を救うためのお医者さん、この2人が共同受賞をされました。これはとても素晴らしいことだと思います。そしてこの番組でコメンテーターを務める同局社員の松原浩二さん、彼もこういう小さなことかもしれないけれど、光を当てないといけないんだ、報道はこういうものに光を当てなきゃいけないんだとおっしゃっておりました。それについては私全く同意します。で、オタクのサンデーモーニングなり TBS で何を報道しているか、それは2人で盛りかけ、明確なる犯罪容疑が見つからないまま1年間、いや1年半、もうすぐ2年、盛りかけ盛りかけ盛りかけとやっているあなたたち TBS にそれを言う資格があるのか、私にはないとしか思えません。例えば森友学園、テレビの皆さんは報道しない自由を行使されておりましたが、ネットではあのセメントいてやの発端となった辻元清美、現在立憲民主党国対委員長のお名前が籠池淳子さんのメールにあった。ところがこれは報道しない。またいわゆる昭恵さんから100万円もろたでのあの100万円、あれの振込伝票にしても、ネットでは即座にこれ偽造じゃねえの、なんか修正加えられてんじゃねえかっていう検証が行われておりました。さらにこの土地の価格交渉をめぐる様々なやり取りの決裁文書、これが書き換えられたということ、そのすべての経緯を財務省がネットで発表をしました。これを見るとそのやり取りは明らかで、むしろ書き換える前の文書を最初から公表していれば、すべての疑惑は深まることなく、何にもなかったのねっていう話になっていました。さらに盛りかけの賭けの方、まあ、こちらにおいて石破4条件なんかは有名ですが、獣医学部新設をめぐる議論が行われた国家戦略特区のワーキンググループ、こちらもネットで公開されている議事録を見ると、獣医学部を増やすとその質が低下し、さらに獣医学部で学んだ学生、まあ、将来の獣医師、これの就職先がないとなくなっちゃうと大変だという抵抗を試みていましたが、これについてワーキンググループの方が一つ一つ質問していきます。まず獣医師の質が下がるというが、それは本来厚生労働省の方の獣医師資格、まあ医師免許ですよね、これの試験をしっかりやってれば医師の品質、質というのは担保されるんではないか、確保されるんではないか、こうした質問に対して明確な反論ができませんでした。また獣医師の就職先について、そんなこと普段から文部科学省さんは心配してるんですかと問いかけたら、そんなことしてませんだって。そうしていちいち全てが文科省にせよ厚生労働省にせよ、まあ、こうした関係部署が反論できなかったんですね。獣医学部を作らない、作っちゃダメっていう理由を説明できなかった、よって明確にダメっていう理由がないんだから作っちゃうよーんとなったっていうのが、この加計学園の騒動と言われるもの。そしてこれもホームページに全部ある。そして我々ネット民はその情報に触れることによって、正しい情報、状況を知ることができる。そこが、読み捨てられる新聞や放送しておしまいのテレビとの違い、ネット上の情報というのは全てストックされている、残っている。それによっていつぞやの時、誰かがあれどうだったんだろうなって思った時にいつでも検証することができる。また何かのタイミングで見逃されていた情報であっても、ある時誰かが気づいてピックアップする、そしてそれが拡散される。そして我々が共有できる。川添恵子さんと馬淵睦夫先生の日本のメディアは工作員に支配されている。これのネット配信は10月15日でしたが、これを見つけたツイッター民が情報を加工して再拡散したのが12月15日。
そして今ネット民はざわわ、こうした視点で見たときにすでにネットはマスコミを凌駕しております。そのおかげで今着実に一歩ずつ、やや歩みはゆっくりながら、しかしそれでも日本の正常化へと向かっているなぁとつくづく思う今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。各種チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。大地、安倍晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。